もう少し開けて乗りたいよね。まあ、ちょっと投げたシーン撮らないでくれるよ、ね、投げるところも行くけどみたいな感じだけど。車重は重さとかこう左感とか重心のフィーリングとか。重心はそんな、なんか自分が乗ってるベータとかからすると、まあ、ちょっと低いかな。でもなんかめちゃくちゃ低くて、ベルティゴとか TRS とか僕が乗った感じだったらめっちゃすごい低いなって思うけど、そことかよりは低くないから別に そういうあそこの2台とかは低いから、すごい安定どっしりしてるというか、車重の割にすごいどっしりしてる感じやるけど、これはそこまではないけど、逆に動き出しの時になんかそういう低すぎるからみたいな、低いのを持ち上げるみたいな、そういう重さというか、まあ、逆にないから、まあまあ行きたいタイミングで行きやすいのかなっていう感じは、まあ、ベータに近いってこと？近いというか、その重心の位置に関しては、ね、だけど、ちょっと多分全体的ステップもハンドル位置も多分全体ちょっと後ろにあるから、フロント側がすごい、ヘビーというか重たい感じになるで、重たいっていうとなんか言葉それこそ悪いけど、ハンドルを引っ張りたい時に、ベータとか、まあ、ベータは特に軽いと思うけど、だったら軽くグッて引っ張ったらもうまくれちゃうみたいな感じのシーンがあるけど、こっちはフロントが重いから、しっかり引けるというか、まあ、ポジションは後ろ寄りなんだけど、うん、全体のバランスは前が重いってこと。そうだね、ポジションは後ろに行かざるを得ないけど、うんうん、例えばさっきそこで止まってたりだとかした時に、ベータだったら後ろ自分の体を後ろに引きすぎたら、もうその反動でフロントもちょっと浮いちゃうかもみたいな感じだけど、そんな感じのはないから、しっかり後ろに引いて前に勢いをつけれるっていうか、っていう感じはあるかな。いや今切っとった。プラッチは多分まだ当たり出てないかな。でもまあ別に当たり出てない状態、多分これウェイトとか調整できると思うんだけど、うんうん、で一番軽い状態で別に割と普通に乗れてる、その別に高いステアとか現状やってるわけじゃないけど、つながりが弱いなみたいなのはちょっとはないかな。で逆に坂道発進というか、ちょっとフロント上がりとかのところでハンクラスタートさせたいなっていうところだったら、まだ当たりが出てないからっていうのが一番大きいと思うけど、ちょっとクラッチが震えるというか、そうなんだ、ジャダーというか、そうなんだっていう感じは今そうなんですよ。ある。でも多分これはそれこそちゃんと当たりをつければ、全然解消される話だと思う。とかレベルとかは本当にもうアクセルのままみたいな感じがすごい感じる、感じるし、何エンブレ感というかは、すごい感じたけど、これはそんなにないかな。あ、そう。別に全然ないって感じ。別に僕言われなかったら多分全然気づかない。キャブかと思っちゃう。キャブのぐらいの感じ。ここで乗った感じはね。それこそもうちょっと上りとか何開けっぱなしにしたい状態のシーンがあったらちょっと違う印象になるような気もするけど。設計者の意図は分かんないけど、インジェクションにするとああなるっていうよりも、RTLとベルティゴはああいう風にしたかったっていうことかね。やればこういう風にできるってこと。そうだね。だから上手なんじゃない？これ。多分味付けがそういう意味で言うと。なるほど。ツーストに乗ってた人が違和感なく乗り換えられるってことだよね。うん、そうだね。だから今までインジェクションだからとかオーストだからみたいな感じで、ちょっと
そういうもんなんだなって思ってたのが、これはそこまで本当感じないな、今のっていう感じだったら。井上好きだった。あ、本当。なんでか知らないけど、みんな RC 入ってて、なんでお前日本人のくせにミシュラン入ってて。エンジンのなんかみんなそうだって言いますよ。タイヤなんか選んでませんけど、ね。うん。ちょっと今のさ1回目のが本編っぽかったな。でもいいと思う、リアル。初心者の人とかがいきなりポンと乗ったら、やっぱりフロントが重たいからフロントが浮きにくいとか、なんだろう、ちょっとポジションが狭いなとか、うん、いう話がもしかしたらあるかなって感じがするけど、ちゃんとそれなりにまあトライアルできてますよっていう感じの人が乗って、まあ前に何のメーカー乗ってたとかもあるだろうからあれだけど、慣れればちゃんとずっとハンドルを引っ張って、ずっとトラクションをかけやすいポジションというかな感じの作りになってると思うから、すごい戦闘力高いんじゃないかなっていう。その程度のこう乗った時に、まあ普通、まあ例えば RTL とかベータとかだったら、こう乗ってそのままハンドルをこうやって手を添えるぐらいのフォームになるっていうかにしやすいんですけど、これそのまんま乗るとちょっと腰をこうやって引かないと、なんか自分が動きやすいポジションになってくれない。あ、ハンドルが近いっていう感じで、じゃあまあ、RTL ベータでそういうポジション取りましたって言ったら、フロントがふわふわして接地感がないから、なんか例えば上りだとかやったらちょっと怖いなとか、まあ重いっていうか重くなるようにしてるんだろうけど、でもそれって単にタイヤとの距離ではなく、そのエンジンの重量だったり、そういうのがそういうことだと思う。その前が重たいっていうのも、ポジションが後ろっていうのも狙ってやってるんだろうね。当たり前だよ。だ他のバイクとかで例えば上りやって、上の方にじゃあスティアあるよってなると、ハンドルの接地感だとかも気にすると、ちょっと前、これセルコ、このセルコからするともうちょっと前にポジション取らないといけないけど、そうするとフロントを浮かすと自分も一緒に体が浮き上がった形になるから怖いよね。これだったらそんなに自分が前に行かないから、フロントちょっと浮かしたとしてもそんな怖いなみたいな感じが少ない。あ、その辺はメリットだね。メリットね、うん、まあ、もちろん別にそこに各メーカーになれれば別に関係ないっていう話だけど、だけど、まあ、そこはまあ同じスキルの人がじゃあ今度乗り換えた時にこっちの方がまあより簡単にできるんじゃないのかなっていう
象はあるする。だインジェクションだよって言われても、え、そうだったっていうぐらいの。これさ、他社と比べて重量ってどうなの？66.9kg。比較するとしたら TRS かな。最軽量じゃないけど、軽い方だね。そういう軽さっていうの、車重そのものの軽さっていうの。特に感じないかな。なんか TRS とかは軽いのをなんか無理やり重心落としてなんかそういう安定感を測りましたっていうような感じだけど、これはまあそんな特段軽いなっていう感じもしないし、別に重たいなって感じもしないけど、不安感というかフラフラした感じもないままなって、その安定させた感じがあるから割と結構スッと乗りやすいんじゃないかな。まあまあそのフロントが重たいように感じるっていうのが、まあ、ベータから乗り換えた乗った僕からしたら結構一番気になるっていうか大丈夫大丈夫じゃあ社長がいいっていうかちょっとまたぐ乗っていいってさ、どのぐらいの時に。ママ、何恥ずかしいの？この距離で恥ずかしいの？愛ある写真をシェルコ本社で送るから写真撮っといて今それやってって思ったらやってくれたパンチがあるっていうか、月が強かったりとかしたけど、あったわ。これいや、ウェットモードだったらそんなことなくて、それこそアクセルワークでなんか乗れるっていうかっていう感じ。アクセルで開けていってもちょっと負荷かかりながら負けながらだけど負けることなく進んでてくれるっていうかっていう感じがあるから。晴れモードだとそれがちょっとエンジンの方が勝っちゃってるっていうかちょっと強いっていう比べるとね、比べるとそれがちょっとあるから普段乗ってる自分のバイクとすると雨モードの方が自分のバイクにフィーリングとして似てて乗りやすいかなっていう感じ。くしゃみ出そう。